はい、こんにちは、レゴのクレソンです。よろしくお願いします。今日はですね、なんとノーミに行ってまいりますよ。そうなんですよね。まあ、ひょんなことからですね、能の、すごく偉い方にですね、お会いしてですね、その方と能のお話をしていたんですけども、その方がですね、なんと能のですね、会にですね、招待してくれましたので、今日は早速、千駄ヶ谷にあるね、能楽堂に行って、ちょっと能をね、見ていきたいと思っています。それがですね、この、阿波谷能の会という、そして、阿波谷明夫さんですね、が、招待してくれたんですけども、このね内容もねちょっと後からまた説明しながらですね、早速初めての能をですねちょっと楽しんでいきたいと思います。まあ能のね知識あまりないんですけども、少しこの間にちょっと勉強しましてですね、能に少しでも興味を持っていただけたらなと思いまして、この動画を作っております。それでは行ってまいります。はい、千駄ヶ谷に着きました。今から能楽堂に向かいたいと思います。なんかね趣のある蔵があったりとかしますね。皆さんお着物とかでねこう向かっております。はい、まるちゃんです。よろしくお願いします。能は初めてですか？はい。どんな印象でしょうか？静かな感じ。ちょっと楽しみですね。こちらですかね。国立能楽堂です。初めて来ました。おお、綺麗ですね。中庭に松もありまして。パーフレット、お土産売り場もね結構あります。お面も売られておりました。はい、ウナペンギ。こっちはね。ウナペンギ。このペンケイと船ごろなる。いや、すごいいいですね。ノートランプいいんじゃない。高いね、これね。結構。あ、おしゃれだね。これいいじゃん。これもいいです。ありがとうございます。能楽堂、素晴らしい建物。トイレ並ぶ印がタブになってます。キープディスタンス、お手洗い、こんな感じです。可愛いですね。こちらのあんみつが美味しいそうなので後で食べたいと思います。
ただいま休憩で、中のお食事どころでご飯を食べています。どうでしたか？難しかったですか？ちょっと。私はクリームあんみつを頼みました。美味しいみたいです。はい、あんみつ来ました。美味しそうです。早速食べます。今日はですね、能楽堂に能を見に来ました。いかがでしたでしょうか？初めてなので、少し難しかった。難しかったですね。でも土蜘蛛はね、すごく本当に面白い演目で、もうね、糸ですよね、糸の紙、紙の糸ですか、あれがすごかったですね。はい、またね、ちょっと機会があれば能の奥深い世界というのをね、また見に行きたいなと思います。すごく面白かったです。秋尾さん、ありがとうございました。はい、それではこのチャンネルがよろしければチャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、のぼり。